エレン・バーキンはアメリカ合衆国の女優、ニューヨークブロンクス出身のユダヤ系、ニューヨーク市立大学ハンター校で歴史を学んだ後、アクターズスタジオで演技を学んだ。1980年代からテレビや映画に出始め、1989年のシー・オブ・ラブでアルパチーノの相手を務めて注目されるようになる。1997年のテレビ映画、 ビフォーウィメンハットウィングスでエミー賞を受賞する。2011年ブロードウェイデビュー作であるザ・ノーマル・ハートでトニー賞の演劇助演女優賞を受賞した。プライベートでは1988年にガブリエル・バーンと結婚して子供が二人いるが1999年に離婚している。2000年にレブロン社のオーナーロンペレルマンと再婚したが2006年に 再び離婚している。ケンプリー、リタザビックタイムオブエレンバーケン、アクレームドアズアンアクトレス、シーズナウシューティングトゥォードスターダム。ザワシントンポスト、h t t p w w w h i g h b e a m c o m d o、ok、c h p 2 1 3 4 0 2 0 9 h t m l 2 0 0 8年3月18日閲覧。 ニューヨークタイムズエレン・バーケンオン・ハー・ニュー・ノー・マル・ロールスフェゲート2012年10月15日閲覧ニューヨークマガジンメトロセクションありがとうございます